彼らの間にある特別な共感に思い至ったの。オリンピックが始まる少し前のことだった。フィンにおけるオリンピックの異義を分。出た五十嵐カノアが、質問に答えてこんな子。お言ったからだ。サーフィンとバスケットボールとスケートボードの選手、みんなが集まった。試合をするそんなすごいことができるのは、 オリンピックだけサーフィンはチームスポ、じゃないから、これまでは自分のことにしか、注していなかった日本代表になってまずは、本代表のサーファーで力を集めてみんなで、メダルを取ろうとそしてオリンピックに来、バスケットの羽村選手とかスケートボード、堀米選手とかを見たら、もっと日本のために、 はろうと思ったそこがオリンピックの面白。ところでもありますアメリカで活躍する日。任アスリート仲間である発村類の名前が上。てくるのはなんとなく想像できたけれど。乗り系のつながりもあって堀米優斗とは数。前から進行があったのだという。サーフィン。会場は東京から遠く離れた千葉市の宮町に。 ルガ・が、ガラシは開会式に参加した際に堀米と、お合わせ、競技開始日が同じであると知ると、初に金メダルを取って一緒に写真を撮ろう。誓いあった。まずは約束通りに堀米がスケー。ボード男子ストリートで金メダルを取り、そ、から二日後、イガラシも金メダルの目前まで迫った。 世界ランキング1位のガブリエル、メディナ、ラジルに挑んだ準決勝では残り10分を切った。頃で強胆のエア、リバースを決めて逆転。決勝では同じブラジルの世界にいたろ、エレーラに敗れたとはいえ、日本中に競技と、手のサーフィンの魅力を存分に伝える熱戦、繰り広げた。 自ベージ競技を始めたきっかけ、父親だった。